久々の GoPro です GoPro。 こんにちは、エレファントサイクルです。今日もね、張り切っていきますよ。もうテンション上げ気味でね噛んだ。もうね、僕の動画は編集少なめにしたい、なるべくねカット数少なめでやりますんで、だからね、生産効率のいい動画の撮り方をしてます。今日はパタゴニアのレトロ X ジャケットです。これも実はね、中古で出したいなと思ってて、もし気になる人はお問い合わせください。売るとしたら1万7000円ぐらいです、M サイズ。ちょっと今ね、10時32分オープン前ですけど、今からちょっとね出ていきます。ちょっとインプレ動画で出てね、これね、今修理預かって三輪車、今週の金曜日ぐらいには多分直せると思うんですけど、ちょっと今週忙しいかもしれないんで、ちょっとまた連絡します。その際は閉めて、店主不在こんなんで、この店は楽天部やってます。あと YouTube やってますからね、はい、チャンネル登録お願いします。で、今日やるのはバーディーのこのね、実験号と GT がありますけど、バーディーの純正もうフルノーマルが実はね、試乗車であるんですよ、1台。それを僕が純正フルノーマル約3ヶ月ぶりに乗るので、実際フルカスタムしたバーディーと比べてどうかっていう動画になります。だから、これからバーディーを購入検討中の方はぜひ見てください。あとはこれから例えばいろんな自転車カスタムする上で、完成車がいいのか、それともちょっと完成車プラス変えた方がいいのか、それともフルカスタムを自転車を組んだ方がいいのかっていうのも多分ね、参考になると思うんで、今日はね、早口で喋りますんで最後までご覧ください。あ、やっぱ紐黄色の方がいいな。なんかあれですね、この紐を見るとバスケ好きな人はレイカーズじゃないよ、ペイサーズです、またはミシガン州立大学。わかるかな、このネタ。ちょっとね、本当に久々なんで、あのね、近くの公園まで行ってレビューしようと思います。カメラをね、上向きにして、よし、うわ、乗りにくこれ、っていうのはまあ演出でもありますけど、実際ね、やっぱハンドル手前は乗りにくいな。後編まで行きたくなくなってきた。これがね、あの全国2位です、このシュークリーム売り上げが、このセブンイレブン。あとこのね、左側の美容院がすっごい綺麗です。本当に何ていうんですか、3ヶ月ぶりぐらい乗りましたけど、僕がなぜそのステムを前向きにしたかっていう理由がようやく分かりました。結構ね、ハンドルがやっぱ手前に10センチぐらいかな、手前に来てる。まあ、止まって説明しますね。あれ、道こっちこっち、よし、じゃあね、あのいつもの公園に来ました。電動アシスト自転車をね、りんちゃん、なみちゃんと案内した場所です。ちょっとね、広角なので標準のレンズに切り替えます、設定にね。じゃーん、バーディのスタンダードです。これがね、フルノーマルです。唯一当店にあるフルノーマルのバーディの試乗車になります。一応レンタルもやってます。ちょ、サドルちょっと上向きになってた。調整すればよかった。で、僕の実験号とまず何が大きく何が違うのかというと、やっぱね、ステムなんですよね。こう真横で見た時に、もう後ろに木があるから分かりづらいな。まあいいや。後ろに木が、ステムが、やっぱ自転車のこの軸に対してちょっとね、この体側に入ってるじゃないですか。その影響でやっぱり重心がちょっと後ろ重心になって、そのももの大きい筋肉をまあ使いにくいというか、まあもちろんまあコーヒーライトとか街中で走る分には全然いいんですけど、僕らみたいにその普段からスポーツバイク乗ってる方が乗ると正直乗りづらいのかなという印象です。だから僕はね、こう早急にこれをね、前側のステムに
買えます、もしこれ買ったらね。もう実際僕のあのお店の GT スタンダード R のドロップハンドル全部ね前向きステムになってますから、それがやっぱその理由ですね。まあ、ただ完成車っていうのはやっぱり誰が乗ってもいいようにやっぱ作られてるんで、まあ僕はこれはこれでいいのかなと思います。もし例えばロマンスナミコがこれを乗ろうと思った時は、多分こっちの155ぐらいの人だと多分手前向きのステムがいいと思うし、うん、まああと走り方ですかね。でもいきなりやっぱりそのフルカスタムとかの自転車を買ってしまうと、最初の何がいいっていう基準がないので、やっぱり基準を知るためにはやっぱり完成車というカタログとか載ってる車体を買った方が僕個人の意見としてはいいと思います。その方が例えばカスタムしていくじゃないか、じゃあさ、そしたらそのカスタムしたってことは純正の部品が手元に余るわけですよ。そしたらまあそれを元手にちょっと売ったりとか、あとはまあもし最終的に手放す時を考えた時にまたその部品を組み付けて手放せばいいし、それかフルカスタムノーマルを買ってカスタムしていくうちに実は1台分自転車のパーツが余っちゃって、そしたらフレームを買ってまたそれを組むっていうね、1個が2個になるんで一石二鳥です。まあ、あと自転車、そうだな、ちょっとコーヒー飲もう朝専用、このねマーケティングがすごい、このマーケティングっていうのかな、この提案がね、朝専用じゃないですか。ということは夜買わないですよね。これ考えたらすごいうまいなと思って、こういうのをね僕はやっていかなきゃいけないですね。バーディーは何専用しようかなちょっとおしゃれな通勤専用ですそうそう、いただきます。うん、これ別に朝以外でも飲めます引き立ての、あ、目覚めるおいしさ、それで目覚めるね、なるほど。いや本当になんて言ってるんですか、自転車的にはもう僕の本当に自転車業界長いんで、まあぶっちゃけで言いますけど、自転車的にはじゃあ僕的にはね、やっぱり完成車を買っていただいた方が後々なんか失敗がない人を見てきたのが多い気がする。最初にそのカスタムで組む人、まあ、組んでいただく人は、まあ、知識とかねそのあればいいんですけど、もし知識がないままその自分のスタイルとかその乗り方とか分かってないままお店に相談して、そしてお店に相談してって言っても、お店ってやっぱスタッフが何人かいるから、やっぱスタッフのその主観で、ね、やっぱ見積もりもなっていくし、そうするといざ組んで乗っていろいろサイクリングしていくうちに、あれこれもしかして俺の方向性とは違うなっていうのが絶対出てくるんですよ。その時にやっちまったっていうのがちょっと心の中でと出てくるんですけど、それを我慢しながらやっぱり乗るっていうそのストレスが出てくるんですよ。だからできれば最初に何も知らない人が自転車をフルカスタムで組む場合は、本当にまあヒアリングというか、いろいろああしましょうこうしましょうってまあ話をやり取りして完成させた方が間違いがない。僕はそういうのをね、過去にそういう方いっぱい見てきてるので言っちゃいますけど、だから本当に初めて自転車買う人は、まあ、予算とかもありますけど、まあ、完成車っていうまあカタログに載ってる、まあ、この形の自転車を買って、で乗っていくうちに、最初から改造せずに乗っていくうちに自分の方向性が分かってくるので、その時に部品を変えた方がいいと思います。それがもし分からない人は、まあ、僕のエレファントサイクルの YouTube 見てくれてる人もいると思いますけど、あぶない今うんこ踏んだかと思った意地だったなんだっけ、まあ、そのなんかこの人ならなんか気が合うなとか、このお店ならなんかちょっと任せれるなみたいな、そういうお店とか人間を探してその人に相談するのが一番いいと思う。その気が合う人とね、やっぱ人間だから気が合わない人もいるし、僕も人間なんで気が合わない人、まあと
という感じです。だからちょっと動画の趣旨がちょっとバラバラになっちゃいましたけど、自転車はね、完成車で買った方が僕はいいと思います。もうただですけど、これでちょっとね、またそういうこと言って思うじゃないですか。完成車を買う一方、やっぱり中古もね、魅力的なんですよ。何がいいか、中古って本当一期一会なんで、その定価よりも安く買えるし、もしその最初何買っていいかわからないんだったら、本当にその同じような雰囲気の車体の中古を買うのを一番僕はお勧めします。それがまあ今週ちょこちょこ入ってきそうなので、またね、 YouTube チェックして、チャンネル登録して、いいねをしてください。でチャンネル登録していいねをすることで、SNS アルゴリズムでこの上がってくるんですよ、上に。だから見やすくなってくるんで、だからじゃんじゃんエレマツサイクルの YouTube 見ていただいて、いいねしてください。いやね、飲んだで帰ります。あれ、なんか雨降ってきた、帰ろう。いや、やっぱ自転車楽しいね。お店の周り走るだけで楽しい。ちょっとね、最近言いたくないけど忙しくて乗れてないんで、ダメだこれは。それを理由に乗らないのはね、もう自転車乗りとして失格だと思うんで。寒い、バサ南区寒いよね。西区より2度ぐらい寒いと思う。到着です。ちょっとね、今からね、動画を編集して、今日もね、楽しんで仕事します。鍵という感じで、まあ自転車のね、カスタムバーサス完成車みたいなね、まあ、本当にそういうので悩んでる人ったら、僕がもうズバリ言っちゃいますから、あなたはカスタムがいい、いやいや、あなたは完成車がいいって、やっぱその人のその話聞かないとわからないんでね、はい、ねえとかです。以上です。お疲れ様です。疲れてないかもしれんけど、寒いわ。いつもね、ここで編集してます、はい。